ハイチのダラダラジオ。皆さんこんばんは、どうもハイチです。7月のダラダラジオ始まりました。今月もねよろしくお願いいたします。で今月はですね、またちょっと特別会にさせていただきたくって、でいつもはねこの恥だったりとか、先生の寄せ書きとかね喋ってたんですけど、今月ちょっとそちらもまたお休みにさせてもらって、私が喋るだけ一曲だけ途中挟みますけど、喋るだけの回にさせてください。というのはですね、ご存知の方もいるかもしれませんが、私パキスタンに仕事で行っておりまして、で理由はね動画で話したんで、そこをリンク貼っとこうかな、見てほしいんですけども、昨日帰ってきました。はい、ただいまなので結構パキスタンのやっぱ1週間っていうのはすごくすごく刺激的で、自分の思いをやっぱこう残しておきたいんですよ。でだけどさ、それをやっぱ YouTube でこうダラダラ喋る動画を撮るのはちょっと違うなと思ったから、あラジオって思ったから、今日はちょっと俺がねパキスタンに行って思ったこと、その前になんでパキスタンに行くことになったのかっていう詳細とかも含めてなんだけど、話させてもらって、でちょっと程よいタイミングで1曲挟んで、でまた続きで喋っていこうかなと思いますので、ぜひね、本当に喋るだけだけどだいぶこう波がない回になっちゃうんだけど、よろしくお願いします。で何してきたかっていうのは、ざっくり言うと、こうパキスタンの子供たちに映像教育っていうその学びの機会、選択肢かを増やすっていうプロジェクト、ざっくり言うとね、そういうふうにパキスタンの子供たちにこう新しいこう教育の形が届けられたらなっていう、それをしてきた。でやってきたことっていうのは、現地の子どもたち、学校に視察というかお邪魔させてもらって子どもたちと交流したりとか、実際の先生方、大学をちょっとね AIOU っていう大学があるんだけど、そこを貸していただいて、現地で本当にね教え教育に携わってる先生方にワークショップやらせてもらったりとか、あと子どもたちのワークショップもやらせてもらったりとか、それは両方ともね映像を作るっていう、で先生方は本当授業動画を作るっていうワークショップだったんだけど、それやらせてもらったり、あと政府の方とかもちょっと参加してるような、なんかね、あと討論会ってわけじゃないけど、そこで講演、ちょっとねプチ講演っていうか、自分のこう考えとかをみんなね聞いていただいたりとか、そんなことを、してきました。でもともと、もうね話は1年ぐらい前からいただいてたかな、そんな経ってないかな、でも結構前からジャイカさんから話をいただいていて、実は最初はちょっと違ったんですよ。違ったのだけど、もともとねこの YouTube 活動をしていく中でさ、もともとは日本の子供たちにっていうことしか本当考えていなくて、最初の頃ね、活動初期、塾講師やってる時とかもそうだけど、でもいろんな方にこう話を聞かせてもらったりとか、で世界で活動されてる方とかのね話も聞いていく中で、映像教育っていうものが、そのやっぱ世界の子どもたちにとってもプラスになるようなっていうのは、もう確信めいたものが俺にはあって、でも一人の力で何もスタートすることができなくてっていうとこね、ずっとそういうなんかモヤモヤした感じだったのよ。そこにジャイカさんからお話をいただいて、そうパキスタンの子どもたちにっていう、で最初はそのパキスタンの教育とか、パキスタンのこう現地を知ってもらってアドバイスをくださいみたいな、話だったんだけど、ね、こうやっぱりせっかく関わらせてもらうんだったらさ、自分のそういう思いもあったから、それをぶつけさせてもらって、いや相当生意気言ったと思う。ミーティングもすごいたくさんやったのよ。で今までね、こう仕事でいろんな方とミーティングしたりとか会議してきたけど、一番生意気だったと思う。生意気だったんですね生意気って言うのはよくないか、もう自分の思ってることをすごいズバズバ言わせてもらった回でした。だから結構ね、あ、じゃあちょっと本部に戻ってみんなで話し合いますみたいな場面たくさん作らせてしまったんだけど、でも最終的には自分の思いも汲み取ってくださって、それでもやりましょうって言ってくれて、で今回ね、そのパキスタンに行かせてもらったわけよ。で実際さ、行く前は正直やっぱ怖くて、自分のパキスタンっていうイメージが、パキスタンっていうイメージっていうか、あの地域だよね、あの国の地域っていうのがやっぱ近隣でさ、例えば内戦が起こってたりする地域だったし、でネットで調べるとやっぱ危ないとかテロとか出てきちゃうから、
だから、まあ、怖いなとはちょっと思っていたんだけども、で実際さ、まあ、日本ほど安全ではないよ、うん、それは間違いないんだけど、あのホテル泊まらせてもらったホテル、うちのホテルだけじゃないんだけどの入り口にはセキュリティがあって、あの空港とかでさ金属探知機みたいなんじゃん、あれが設置されてて、でもうあのライフルとか銃を持った人がこうずっと警備してるみたいなとこなのよ、そういう感じなのね。だから日本とはもちろん違う光景がそこには広がっているんだけど、でもパキスタンの方結構マーケット行かせてもらったりとかさ、街中でこうとかもあったんだけど、すごくこう楽しい人たちが多い、うん、すごく陽気というか、うん、人懐っこい、まあ、なんか世話好き、そうすごい気前のいい優しいおっちゃんが多いあと甘いものめっちゃ大好きだよね。そう、甘いものめっちゃ大好きなの。あのイスラム教の関係でさ、お酒飲めないから、そうでタバコ吸ってる人はめっちゃ多いんだけど、男性はめっちゃ吸ってんだけど、タバコだけど娯楽が、そのお酒の娯楽ってものがないもんで、そうなのよ、めちゃくちゃね、こうひげ、まあ、ひげたく、あの蓄えてる方、蓄えてるひげをさこう生やしてる方が多いから、めっちゃちょっと一瞬こわもてなのよ、正直怖いなって思う人たちが3人ぐらいカフェとかでさ、甘いこうアイスとかをニコニコしながら食べてるみたいなそういうのが光景結構あったりとかするのね。でまあそんなとこだったから、まあ、自分がまあ現にさ危ないところことはあるだろうし、でもそれは日本も一緒じゃん、うん、ただまあその頻度としては多いんだろうけど、でもやっぱりこう実際のものを知らないで先入観で怖がるのはやっぱ良くないなっていうのはすごい反省した、うん、今回行ってね。でまあそう改めて話戻ると、で行ってみて、でもちろん今回その映像をね、先生方に映像の作り方のポイントだったりとか、こういう風なこうマインドで作ってくださいとか、いろんなアドバイスとかもさせてもらったの、通訳さんに入ってもらってさ、向こうはウルドゥー語っていう言葉なので、英語も喋れる方は喋れるんだけど、俺があんま喋れないから、そう結局日本語とウルドゥー語でこうねこうやるのを通訳さん入ってもらってやってたんだけど、で自分の中ですごい手応えに、あでもどうだろうな、あのネタバレなんて、まあいいか、あのさ現地はこうなんだカメラマンさんたちが入ってくれてたので、それ方たちがもうプロの映像を作ってくれるのよ。でそれが何分かな、結構長尺だと思うんだけど、がうちのチャンネルと、あとジャイカさんの方のチャンネルでもいずれ上がる、多分夏休み後半ぐらいには上がるんじゃないかな、ちょっと分からんけど、うんと思うんで、まあちょっと楽しみにしてて。でそこのネタバレになっちゃうんだけど、こう先生方がね、やっぱ最初はさ、参加する前、ワークショップに参加する前に実際に映像を何人か作ってくれて、でそこからブラッシュアップしていきましょうとかで、作ってない方は一から作っていきましょうみたいなワークショップだったのよ。で実際先生何人だったかな、 3,40 人ぐらいかな、来てくださって、でも最初もうその最初作ってね、あの持ってきてくれたやつを見ても、割とこう批判をするっていう感じになっちゃったの。なんであんなのを使ってるの、なんでそういう説明をするのみたいな、おかしくないかみたいな、そうで結構わーって最初になっちゃったのね。でもそこからさ、こういろんな私がねこう話をさせてもらったりとか、で皆さんもグループワークだったから、多分いろんなこう意見をそこで交わしていく中で、多分皆さんのマインドがちょっとずつ変わっていく、そう自分のと違うものに対して批判から入ってしまっていたところが認めていくこと、うん、っていう方針に結構変わったんだよね。で一番最後ワークショップ先生のは2日間だったんだよ、 2 days でやったんだけど、2日目の一番最後の発表の時はなんかこう皆さんで、わいいねみたいな、うん、俺なんかそのこう先生方にも伝えたんだけど、授業動画、まあ授業動画だけじゃないけど、授業動画はベストはないですって、だから先生方皆さんが作ってくれた中でこれが一番いい動画ですねっていうことはないですって、それぞれにいいとこがあって、それぞれではあのカバーできないこともある、一長一短があるからね、うん、だからこそそれぞれを認めていくっていうのはやっぱすごく大事にしてほしいっていうのはちょっと話をさせてもらってて、でなんかそういうのが伝わっただけでも、うん、先生方がこれからね授業動画を作っていかれるかどうかはわからないんだけど大事だと思うんだ、うん、いろんな方が作っていったのにさ、それを批判し合って潰してしまったらさ、もったいないじゃん、うん、やっぱりお互いのいいところがあって、そこから吸収してさらに自分がレベルアップするっていうのがやっぱりスタートにはすごく大事だと思っててさ、そんなことを伝えたり、うん、させてもらいました。ね、正直日本から来た YouTuber じゃん、ね、向こうの人からしたらさ
誰だよっていう話なわけで、でもハイチさんってみんながハイチさんって言ってくれてさ、すごいこう慕ってくれるというか、あの質問もバンバンしてくれるし、いっぱいこう聞いてくれて、俺の話も聞いてくれて、で最後ワークショップの後に先生方インタビューあったらしいんだよね。で俺ちょっとそこは見てないんだけど、でもインタビューでもすごくこう俺が伝えたことっていうのをあのたくさん覚えてくれてて、そこ大事にしていきますって話されてましたよって、そう JICA の方がおっしゃってたから、行ってきた会話あるんじゃないかななんて思ってる。で子供たちともそうだね、同じような感じだったんだけど、あーでもちょっと長くなってきちゃうねじゃあ子供たちのエピソードは曲の後にしようかな。はい、じゃあここで1曲聴いてもらえたらと思います。で今回はですね、先週じゃねえ先月かは、あのこの場所からの元のね、その友が歌ってる、あ、友子が歌ってる方で聴いてもらったんですけど、今月はこの場所から私もねセルフカバーさせてもらったので、セルフカバーって言うかともおかしい、うん、俺もちょっと歌わせてもらったので、今回ねそれを聴いてもらえたらと思います。では、お聴きください。ハイチが歌っているこの場所から。抱えて進むから、どこかで
想は それでは、後半戦参りましょう。じゃあ後半戦はね、子どもたちのワークショップの話していきたいと思うんですが、子どもたちのワークショップはね、ワンで1日だけだったんだけど、パキスタンはね、YouTube もすごく見るんだけど、TikTok がすごい若者に流行ってるんよ。そう、流行ってるらしくって。だから、TikTok みたいな短尺、まあ、YouTube ショートみたいなもんよね。そう、YouTube ショートみたいな短い尺の動画ちょっと作ってみようって。で、まあ、向こうもちろんエンタメ、楽しいのとか、あとなんかドラマ仕立てのものが結構多いらしいんだけど、ちょっと学びになるような、動画ちょっとみんなで作ろうぜ、つって、これもグループに分かれてやってったのね。で、今回、向こうでお邪魔させてもらったの、学校とかは、ノンフォーマル教育、つまりフォーマル、普通の教育じゃなくてノンの方ね、の、場所をお邪魔したの。例えば、パキスタンは学校に通えない子どもたちがすごく多くて、それは地域の問題もある。そもそも本当近くに学校がないところがいっぱいあるからね。で、全然学ぶ機会がなかったりとか、やっぱりこうあまり裕福ではない家が多いので、こう働かなきゃいけない。子どもたちが街中で物乞いしてるとかもたくさんあるし、そうで、そうやって働かなきゃいけないっていう中で、もう教育っていうものにアクセスできない子がたくさんいるのね。でも、こうある機会に、年齢は15歳なんだけど、そのノンフォーマル教育だったら15歳でも小学校低学年のプログラムから勉強していくみたいなことができるので、そういったのを活動されてるの、ジャイカさんたちがね。でそういったところにお邪魔させてもらって、で、パキスタン行った1日目に中学校、中等教育の学びをしてる。だから年齢的には本当15歳とかの子もいるし、19歳とかの子もいるんだけど、そういった子たちがどんな学びをしているのかっていうのを、まあ、お邪魔させてもらったりとか。で、台本とか予定いなかったんだけど、ちょっと授業もさせてもらったりとか。うん、まあ、で、インタビューさせてもらったりとかあったのね。で、そういった子たちも来てくれてて、ワークショップにはさ。で、まあ、いろんな動画を作ってたんだけど、もともと、文字も書くことができない、識字が全然できない子たちが、自分で学んでいって、で、やっぱね、学ぶっていうことが楽しいってふうに思ってる子たちだから、吸収もすごい早くてさ、そう、どんどん進んでいくの。もっと学びたい、もっと学びたいっていう、そのね、こうもうスポンジのようにどんどん吸収していくから。で、やっぱ学ん、そのね、現地の先生とかがすごくおっしゃってたのが、やっぱり学んでいくと人が変わるというか、そう、自分のやっぱ見てる世界が変わっていくからさ。今回こういう動画作ってねなんて何も言わなかったのに、例えばパキスタンだけじゃないけど、割とこう街中で喧嘩とかもあったりするらしいのね。じゃあ肩がぶつかったらそこから喧嘩が起こってしまうみたいな。でも、あるチーム、男の子のチームがさ、そこで、なんでぶつかってしまったんだろうって考えることが大事だよねとか、相手に対して謝るっていう、ごめんねっていう言葉が伝えられたら、喧嘩ではなくて、そこから例えば仲良くなることができるんじゃないか、争いが起こらなくなるんじゃないかっていう、そういうことって大事だよねみたいなのを動画にしたいって言ってたりとか。そう、別に本当大人がこういうのおすすめだぜなんて言わなくても、自分たちでこういうメッセージを今パキスタンに伝える必要があるんじゃないかって考えていく姿っていうのは、俺はすごくなんか素敵だなというか、よかったんよね、すごくね。で、これは個人的なさ、すごく嬉しかったことなんだけど、このパキスタンの1週間の中で一番嬉しかったことをちょっと共有していい？多分ね、これ映像残ってないと思うから、ここで話したいなと思うんだけど、初日にさっき言ったそれが中学校をお邪魔した時に、3人4人かインタビューさせてもらって、でそのうちの1人の男の子、あの子17歳かなの子がいるんだけど、その子もじゃあ中学校の勉強をしとるんよ。でもその子はね、仕事もしているので、そう、仕事してる子も多いんよ、学校行ってるんだけど。で、朝の10時まで勉強をして、10時から仕事に行くみたいな。で、その子はお肉屋さん、そう、で働いてる子だったのね。でさ、その、まあ、将来の夢聞いたりとかしてて、で、初日は
まあ初めましてだからしょうがないんだけど、なかなか壁が取れなくってさ、俺のインタビューの回し方もちょっと下手だったんだけど、そうあんまりこう壁取れなくて、なんかぎこちないインタビューみたいになっちゃったのよ。でワークショップは最終日から2日前かぐらいに、ちょっと後半にねあったんだけど、でそこでまあ2度目ましてだよね。でやってで、まあ、そこでもまあ普通にこういろいろアドバイスしたりとか話をしたりとかしてたんだけど、やっぱり徐々に壁が取れていったんだと思うんだよね。でそのワークショップ終わってさ、彼らはちょっと離れたところに住んでるから、まあ、帰らなきゃいけないわけよ。その時にこう、まあ、握手をしに来て、まあ、他の子もね握手全然しに来てくれたんだけど、ハグをしてくれたのよ。ハグしたいっつって、でハグした後にこうパキスタンのウルドゥー語でさ、わーって言われて、でそこで通訳さんがこう通訳してくれて言ってくれた言葉が、また会いたいって言ってくれたから、 Me too っつって、俺も会いたいよみたいなこと話してて、英語ちょっとだけ分かる子だったから、でその後に次会った時にはもっと立派になってる姿見せるから楽しみにしててくれっつって、そうこの時に俺はもう本当に、あのなんかさ、涙を見せるのが良くないと思ったから頑張って踏ん張ったけど、すごくそれが嬉しくって、なんかさばっかり言っちゃってんね教育の力ってやっぱりすごい素敵だなって思ったし、まあ子供だけじゃないけど、大人ももちろん変わるけど、でもやっぱ子供たちの変化というか力強さ、パワフルさっていうのはやっぱすごいんだよ。これ聞いてくれてるみんなもさ、多分学生の方が多いと思うので、みんなが何歳の子かはもちろんわからないけど、みんなが持ってるやっぱ力ってすげえぞ。これは今回その子だけの話ではなくて、塾講師の時のねやっぱり体験をすごく思い出した。あの子たちが変わっていく姿、俺らが想像するもうペースよりも何倍も速いペースで、いい意味で変わっていくから、みんなはね、そう。でもやっぱそのためには、変わるためには本人が変われるって、信じてないと、信じきれなくてもどっかでちょっとその可能性を感じていないと厳しいよね。それを思わせる、そういう可能性もあるかもなっていう期待感をどっかで持たせるのが大人の仕事というか役割だと、噛んじゃった役割だと思うんだよね。なので、まあ、そんなことを感じたパキスタンだったかな。ちなみに、まあ、今だから言えることっていうか、もうそのさ、あの言ってる時に心拍かけるのよくないから言わなかったんだけど、実は初日会場体調崩しちゃってあのね、多分ね若干の熱中症っていうか、そこと、まあ、水が多分やっぱり合わなくって、気をつけてたんだよ。ずっとミネラルウォーターで、あの歯磨きとかうがいとかもしてたんで気をつけてはいたんだけど、ずっとお腹痛くて、で日本から薬もたくさん持ってったんだけど効かなくてさ、結局パキスタンの薬がよく効くっていう、あの現地のね、あのスタッフの方が言ってたんでいただいて、でそれであの割と抑えられるから、そう薬飲みながら1週間、だから結局今帰ってきてさ、あの昨日帰ってきて翌日だけど、やっぱお腹痛くってそうお腹の調子は悪いんだけど、でも、まあ、それでもねこう踏ん張りながら頑張った俺は偉いと思うんだけど自分で思いちゃった。そうでもね、やっぱそのワークショップやってる時とかはね、痛み忘れんだよね、刺激的すぎて。そうでホテル帰っていてみたいな感じだった。そうでも楽しかったよ、本当楽しかった。でやっぱりこれ大事なことはさ、この一度きりで終わらないことだよね。ジャイカさんたちがどう思ったかわからないし、そんなねこう何回も何回もちょくちょく行けるってわけではないんだけど、またぜひ伺わせていただく機会が、この一度きりの機会で終わっちゃいけないから、パキスタンだけじゃないけど、こう映像教育っていう可能性で子供たちの学びを支える、それが俺の新しい夢だから、それをね日本でもまだ完全には叶ってないけど、でもある程度できるようになってきたから、世界の子供たち、特にやっぱ発展途上国の子供たち、学びたいけど学べないっていう子たちにその選択肢を与えていくっていう夢で、もちろんね俺も39だから寿命が間に合わないかもしんないけど、でもそのムーブメントを起こしたらさ、きっと誰かが引き継いでくれて、思いを受け取ってくれて頑張ってくれる仲間だったりこうができてくると思ってるから、ひとまずこの人生かけて駆け抜けてみる。ぜひ見守ってくれたら嬉しいな。嬉しいし、俺はもうみんなが頑張ってるの知ってっから、だからみんなも頑張ってくれることによって
お互いこう切磋琢磨というかさ、支え合って励まし合えたら嬉しい。そんな関係でやっぱみんなといたいから、これからもぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日はちょっと私がだらだら喋らせてもらったんだけど、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。またね来月撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。じゃあこれを投稿してるときはもう夏休み入ってるかな。みんないい夏にしていこうね。毎日自習室やってるから朝会いに来いよ。まあね、タイミングがあるときはぜひ来てください。ではまた来月お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。